臨海線国際展示場駅に着きました。今日は曇りでとっても涼しいです。歩いて水の科学館に参りたいと思います。水の科学館に到着、徒歩で駅から10分です。1階の受付、雲のシャワー、ボタンを押すとシャワーが出るよ。よし、押してみよう。じゃあじゃあで、これが今日のアクアツアーの、出発時間のご案内となっています。参加するには整理券が必要となっていますので、入場の際にすぐにもらった方がいいです。今の給水所の方がかなり大きいことが分かりやすいと思います。そしてここにある大きな青い箱、排水機って書いてあるんですが、この排水機は浄水場で切れたお水を一度溜めておくための設備、そしてこのお水を送り出してくれるのがここにある有明給水所の給水ポンプですね。今回は皆さん回ポンプ見学室から順番にこの給水所をご見学いただきました。この先実際地下へ行って見学しますが、撮影は NG なので、ここで止めます。2階の不思議体験3つの実験室に来ました。臭いカビをやっつけろ。美味しい水ができるまで。3階です。
サイゼリアでお昼ご飯。サイゼリアの隣に無料のロボット博物館というか、結構小さいんですけど、川崎ロボステージというものがあります。入ってみたいと思います。医薬医療向けロボット、ありがとうございます。